テレビアニメ化記念、この素晴らしい世界に祝福を、キャラクター人気投票開催。出場者エントリー。カズマと出会って箱入り王女がおてんば姫に大変身。現在城からの脱走を計画中。アイリス、何かすれば問題が起こる、何もしなくても問題が起こる。宴会芸を極めし前代未聞のメインヒロイン、アクア。心優しきアンデッドの王、しかしてその正体は働けば働くほど赤字を生み出すポンコツ店主、ウィズ。誰もが愛するシリーズ唯一の正統派ヒロイン、上げ底の胸はご愛嬌、本当の秘密は一つだけ、エリス。周りは美少女だらけなのに、どうしてこんなに苦労が多いのか。しゃあなく毎回大活躍の主人公カズマ。5歳にして悪魔にすらも気を使わせる末恐ろしい未来の大器、メグミンの妹コメッコン。正式名称キングスフォード・ゼルトマン。絶大な魔力を有する由緒正しきただのひよこ、ゼルテ。命中率ゼロの防御専門クルセイダー、バツイチでド M で実は乙女な貴族令嬢ダクネス。常に金に困っているカズマの悪友、その名に恥じないダメ人間ダスト。たまに炎を吐いたりするただの猫、たまに飛んだりもするただの猫、めぐみの使い魔チョムスケ。魔王軍の幹部だったのは過去のこと。今はアクセルの街で子供にマダムに大人気の相談屋バニル。正義感も実力もあるのに、なぜか作品に馴染むことができない悲しき魔剣の勇者カツラギではなくミツルギ。可愛い顔で発育良好、頭も良くて魔法も使えて一人遊びもこんなに得意、コウマ族一のお人よしユンユン。毎日毎日冒険者たちの面倒を見続けてプライベートは崩壊寸前、ギルドの美人受付お姉さんルナ。どうも、通りすがりの真のヒロインです。好きな魔法は爆裂魔法、趣味はもちろん爆裂魔法、爆裂魔法しか愛せない大魔法使いメグミン。皆さん、私に投票してくださいね。エクスプロージョン！